マシンもエンジンも新しくなり、新たなステージの幕開けとなった2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ開幕戦。気温21度、路面温度30度のコンディションのもと、開幕戦のノックアウト予選は始まりました。予選 Q1、 今年から参戦する元 F1 ドライバーのリビッチー選手をはじめ、小暮選手などグリッド上位と思われていたドライバーがノックアウト。そして Q2 ではディフェンディングチャンピオンの山本直樹選手がまさかのノックアウトになってしまいます。ホンダエンジン勢が苦戦する中、ルーキーの野尻智樹選手が唯一 Q3 に駒を進めました。Q3 はコースレコードが次々と更新されるレベルの高いタイムアタック合戦になりました。その中で従来のコースレコードを約 0.8 秒塗り替えてアンドレ・ロッテラー選手がポールポジションを獲得。2位はナレイン・カーティケアン選手、3位は中島和樹選手。上位7台がコースレコードを記録するハイレベルの結果となった開幕戦の予選。決勝も超高速バトルが期待できます。開幕戦を制するのは一体誰になるのか。決勝レースをどうぞお楽しみに。